こんにちは、カズライダーです。今日はバイク初心者の方向け公道の走り方について話していきます。バイクの教習で路上に出ることってないですよね。ごくまれに路上教習がある学校があるみたいですけど、ほとんどないと思います。閉ざされた空間の教習所とは違って、いろんな人がいろんな目的で走ってるので想定外のことが起こることもあります。今回はバイクの公道の走り方として5つ話していきます。これからバイクに乗る人や公道を走るのが怖いって人は最後まで見て、ぜひ参考にしてみてください。参考になったって人は高評価とチャンネル登録もお願いします。他にも公道でこんなこと気をつけてるよっていうことがあればコメント欄で教えてください。まず1つ目、車間距離を空けるです。バイクは車ほど急ブレーキが安定してません。自動車学校の教習での急制動が苦手だった人もいると思います。なので車間距離は空けるようにした方が安全です。車間距離空けてたら間に入られるから意味ないじゃんって思う人もいるかもしれませんが、周囲と同じ速度で走ってれば入り込んで車はほとんどいないと思います。もし入り込んできた車がいたら、また車間距離を空けてください。車間距離を空けるのは、前の車が急ブレーキを踏んだり落下物が急に現れたりした時に焦って急ブレーキをして転倒するとか、前を走ってる車に追突するっていうのを防ぐためです。どちらも結局バイクの被害が大きいので、自分で身を守りましょう。2つ目、周囲の車は幅寄せしてくるものと思っておくです。なんかとんでもない話ですけど、公道を走り出して意外に多いなって思うのが、当たり前のように幅寄せしてくる車です。車と比べてバイクは車体が細いので、車側としては車線が空いてるように見えるのかもしれませんね。中にはバイクは左側走ってろとか、バイク乗ってる人嫌いなんて人もいます。車とかバイクなんて走る凶器です。まともに考えたらそんな危ないもので幅寄せしてくるなんて考えにくいんですけど、そんなことする人はごくたまにいるのが現状なんですよね。そういう人がいたら近寄らないようにして離れましょう。こっちが熱くなったら相手の思うツボです。冷静になって冷ややかな目でやり過ごしましょう。3番目、交差点通行時は前の車の影に入らないで、なるべく対向車から見える位置を走るです。バイクの事故でよく聞く右直事故、バイクが直進で車が右折するときに起こるやつですね。右直事故が起こる要因でいくつかパターンがあるような気がします。車側からするとバイクは小さく見えるので、まだ遠くにいるように見えたり、速度も遅く感じる。他には対向車の車の影に隠れてて見えなかったっていうのがあるんじゃないかなって思ってます。右直事故から身を守るためには、車側の視点に立って考えながら走る必要があります。交差点進入時は優先権を主張しない、譲り合いで走ろうっていうことですね。右折待ちの車の微妙な動きをよく観察する。動き出しそうだなと感じたら迷わず先に行かせる。あと自分が走ってる車線の前を走ってる車との車間距離を空けて、対向車が自分のことを見える位置を走るんです。少し車線右寄りを走って右折待ちの車に自分のことが見えるような位置取りをするってことですね。そういう工夫をしながら、自分のことが相手にも見えるようにしながら交差点に近寄りましょう。そうすると交差点での右直事故も減らすことができると思います。例えば交差点に入るときに、この前の車の陰で対向車が見えない、対向車が自分のことを見えないっていうことは、自分からも対向車が見えないっていう位置があると思うんですよね。自分の前の車が壁になって見えづらい状況になっているわけです。そういう時は意識的に走ってる車線の右側、中央線寄り側を走って、対向車に自分のことが見えるようにアピールするっていうことがいいんじゃないかなって思います。そうすると対向車も、あ、バイク来てるなっていうことが分かるので、交差点でピュッと出てきた車に当てられるっていうことも防ぎやすいんじゃないかなって思います。4つ目、走行中は車線の中央を走る、キープレフトはしないです。自動車学校で左側を走りなさいって教わった人もいると思います。実際公道でも車線の左側によって走る人を見かけます。 125cc 以上のバイクに乗ってる人なら車線の中央を走りましょう。左側によって走ると、後続車から見たら自分のバイクを通り越して
その前の車との間隔が空いてるように見えます。そうなると後ろを走ってる車は自分との間隔を詰めてくるし、同じ車線のまま追い越しかけてくるっていうこともあります。そんなのされたら危ないし怖いですよね。あと車線の左側っていうのは脇道やお店の駐車場があったりして、確認しないまま飛び出してくる車とかいたりするとぶつかりやすくなります。他には小石やゴミなんかが溜まってたりして滑りやすいっていうのもあります。なのでそういう状況を作らない、危ない目に遭わないためにも車線の中央を堂々と走りましょう。 125cc 以上のバイクだと周りの車と同じ速度で走れるので、遅くて邪魔になるとかならないんで気にしないでいいです。5番目、車の死角に入らないです。バイクは車と比べて車体が小さいので死角に入りやすいです。代表的な車の死角は車のバックミラーとサイドミラーの間の映ってない範囲のことですね。車の左右斜め後ろバンパーの角あたりでしょうか。車で走っている人が車線変更するときに全員が必ず目視確認しているとも限らないですよね。事故防衛のためにも車の死角に入らないように気をつけましょう。死角を判断する一つの例としては、相手の車のミラーで運転してる人の顔が見えるかです。車のミラーで運転してる人の顔が見えたら相手にもこちらが見えてるので死角ではありません。ただ相手が見てくれたらの話ですけどね。なのでなるべく死角になる範囲に入らないように位置を調整しながら走りましょう。今回は公道の走り方について話してきました。バイクはむき出しの乗り物なので危険にさらされる可能性も高いです。今回お話ししたことを注意しながら公道を走って安全にバイクを楽しんでください。このチャンネルではバイク用品やバイク関連について発信しています。ぜひチャンネル登録して次の動画も楽しみにしていってください。ご視聴ありがとうございました。